サイキックハーツとは日本のプレイバイウェブゲーム。トミー・ウォーカーが運営する PBW のシリーズ4作目にあたる。公式の略称はサイファー。現代日本を舞台に400年の間人類を影から支配してきた人の心の闇に潜むダークネスとダークネスの力を持ちながらも人の心を保った灼滅派との戦いを描いた超能力バトルもの。 メインイラストレーターは、アライ・テルコ。藤見書房とコラボレーションし、ラグナロクシナリオとドラゴンマガジンでの小説のリンクや、TRPG リプレイとの連動イベントなど様々な、試みがある。2012年12月、本作品を TRPG 化した、サイキックハーツ RPG が発売。TRPG をプレイする際のダイス判定に便利な、 判定プログラムが公開されている。書籍リプレイのほ富藤見書房のホームページにウェブリプレイが掲載されており、このウェブリプレイは全編無料で読むことができる。TRPG の PC である、聡明、練り、精レンジ、有利、デイビッドフローリンガー、車、証拠またウェブリプレイの PC である原田、神戸口、リーナウェルトン、波場や、つくし、 および書籍版の NPC であった、キリュウ・ヨカゼは、PBW 上でも、キャラクターとして登録されている。また、物語が進むごとに、TRPG のストーリーに絡んだシナリオや、ドラゴンマガジン市場で、PBW にはない情報や、別の視点からの物語が描かれる、ラグナロク関連シナリオ、および新しく、PBW や、 サイキックハーツを始めた PL よび PC に対して今までの出来事を振り返るという形で行われる魔人編算出シナリオなど無料で参加できるシナリオが出ることもある。これまでのトミー・ウォーカーの PBW、無限のファンタジア、シルバーレイン、エンドブレイカーではトップページのメインに立つのは NPC であったが今作サイキックハーツにおいては プレイヤーキャラクターがほとんどである。現実世界と表面上は変わらないが、ダークネスと呼ばれる存在によって世界はすでに裏側から支配されている。すべての人間の魂の奥底には、ダークネスと呼ばれる邪悪な別人格が眠っており、宿主である人間の精神が揺らぎ闇落ちすることで、宿主の人格を破壊、肉体の主導権を奪って行動する。年代前半。 複数ダークネス種族による人類の分割統治が完成。人々は気づかないまま支配され、見えざる圧勢を受けていた。しかし1990年代、東京都武蔵野市で稼働した生態機械サイキックアブソーバーにより、ダークネスの原動力であるサイキックエナジーが全世界中から吸い取られ、日本列島を残してダークネスの首脳、幹部が ことごとく活動を停止し、その配下であった人間の権力者たちを含めて混乱に陥る。その結果、それまでは生まれてすぐにダークネスによって皆殺しにされてきた灼滅派の子供たちが無事に生育されることとなり、ダークネスの対抗勢力としてサイキックアブソーバーの真上に建てられた小、大学までの一貫校、武蔵坂学園に集められることとなった。 プレイヤーキャラクターは、この武蔵坂学園の生徒である灼滅派として、ダークネスやその眷族たちと戦っていくことになる。ありがとうございます。